ここが神城の地下施設？本当にここにユーコッチが？わずかながらロイヤルナイツの反応がある。ここに間違いないようだ。たか。ねえ、今すぐユーコッチから離れなさい。あんたの思い通りになんかさせないんだから。それはできない相談だ。これでようやく災いの元凶を、薄汚い人間どもを消し去ることができるのだから。私たちが来たからには絶対にそんなことさせるもんですか。あんたがロイヤルナイツに操られてるってことはもう分かっちゃってんのよ。イグドラシルの意志だかなんだか知らないけど、人間を滅ぼすなんて冗談じゃないっての。オメガモンの入れ知恵か。オメガモン、貴様はここにいる人間どもに負けず劣らず愚かだな。人間風情に肩入れし、崇高なる意志に背くとは。まさか。ノキア、気をつけろ。この女、人間ではない。どういうこと？だって岸辺は。何？なんか様子が。ついに、ついにこの時が来たのだ。誰にも邪魔などさせない。させるものか。まずい、奴はもう計画を始めるつもりだ。もう遅い。さあ、裁きの扉よ。よし、これでこっちの準備はほぼ整った。あとはあいつらが優子を救い出せれば。お忙しそうですね。てめえ、スエド、なんだってこんなとこに。いえいえ、お忙しいだろうと思いましてね、お手伝いに参ったわけで。冗談言いに来たのかよ。悪いけど、今あんたに付き合ってる暇なんて。新田くん、君はどうしますか？もしもこの世界に歪みが生じた原因が全て君たちにあるとしたら。はあ？歪みだ？一体何の話だ？まあそのおかげでこの世界は新しい姿へと進化しようとしているのですが、ね、何度も言わせんな。お前の冗談に付き合ってる暇はねえんだよ。お前は岸辺の使いっ走りだろ。こっちの計画を邪魔しに来たのか。皆さんは本当に物事の本質というものを理解していませんね。岸辺さん、はい、岸辺さんだったものもしかり、私は可能性を模索しているだけなんです。世界がより良い進化を遂げる、そんな可能性をね。私は君たちハッカーをずっと見てきました。エデンという楽園の巨食を打ち破ろうとした君たちのその可能性が生み出す未来に魅力を感じて、ね、そしてその可能性の芽は華々しく開花した。デジモンキャプチャーを開発し差し上げた甲斐があったというものです。お前がデジモンキャプチャーを？いや、何、研究の過程で生まれた副産物です。それよりも、ほら、いよいよ世界に新たな扉が開こうとしています。あ、しまった。それでは私は失礼します。またお会いしましょう。君が君自身の新たな可能性の扉を
開きたいと思った時にね。あ、てめえ待て。あー、くそ。今は作戦を優先させねえと。あいつらが。これで扉は開いた。物質宇宙の断りは崩壊した。嘘でしょ。感じる、感じるぞ。世界がデジタルに移り変わっていく。これで醜悪な人間の姿とはおさらばだ。やつはロードナイトモン。私と同じロイヤルナイツ。岸辺理恵の体を読みしろとしてずっと暗躍していたのだ。オメガモンまで現実世界に。ついにこの時が来てしまった。2つの世界が扉でつながり交わってしまったのだ。久しいな、オメガモン。貴様も誇り高きロイヤルナイツの一人。今からでも遅くはない。我らに従え。我らが世界の存続のために共に人間を滅ぼすのだ。手始めだ。まずはその人間どもを血祭りにあげろ。オメガモン。断る。あくまでも貴様はイグドラシルの意志に背くのだな。人間を滅ぼすことがイグドラシルの意志なのか。私はずっと疑念を抱いていた。そしてノキアたちの行動を共にし確信したのだ。ロイヤルナイツの恥さらし、いいだろう。この私が直々に引導を渡して、せめてもの情けにな。我が計画の始まりの呪しとして知れ。
本来の力が解放されるにはまだ早いか。だがそれも時間の問題だ。逃げるつもりか。我が同志同胞を出迎えねばならぬからな。貴様の始末はその後だ。あの空変じゃないか。天気予報なんか言ってたっけ。なんかやばくないか。さあ罪をあがない、愚かな人間ども。あのわずかな時間でもデジタルワールドとつながった影響は十分に残っている。おそらく広範囲でデジタルシフトは発生している。私がこの姿のままでいられるのはその証拠。他のロイヤルナイツたちの力も感じることができる。必ずどこかに現れているはずだ。仲間たちを探し出し、共に人間界を滅ぼしてくれるわ。計画に若干の修正を加える必要はあるが、人類の末路に変更はない。クソ、間に合わなかったか。すまねえ、完全に俺のミスだ。気にすることないって。ちゃんと次元の扉は閉じられたんだし、最悪の事態は避けられたってオメガモンが言ってるよ。大丈夫、なんとかなる。だといいがな。せっかく励ましてやってんのに相変わらず感じ悪いやつ。ゆうこはん、ゆうこはんと、そうだ、ゆうこっち。
you
私が行く。そないな命令わっちはしてへん。なんでプログラムが勝手に。大丈夫だよフェイ、あなたのデジモンを信じて。言ったでしょ、デジモンはただのプログラムじゃないって。デジモンを信じる。いい、もういいんです。今までやってきたこと全部が無駄だった。誰も戻ってこない。私の手には何もない。何をしてもトローニを終わるなら
もういいんです。8年前、兄がエデン症候群になった。家に帰らずエデンの開発に没頭する父の代わりに、私だけが兄の元に通った。いくら呼びかけても兄は目覚めず、私は声をかけるのをやめた。父が死んで、私を励ましてくれたのがリエさんだった。家族を失わない方法があると、リエさんは教えてくれた。父の作ったエデンを守るため、ユーゴとなってハッカーをまとめてほしいって。一人きりで途方に暮れていた私に、やるべきことを与えてくれた。だから私は、私を捨ててユーゴになった。自分をなくしても家族とつながっていたかった。でも結局何もかも嘘だった。全部リエさんに仕組まれていた。ザクソンのみんなだって私についてきたんじゃない。私がエデンを守ってたわけじゃない。すべてはリエさんの力。私は何もしていない。寂しい私、滑稽で惨めな私。放っておいてくれないの？もう戻れない。いろんなことを間違えてしまったから。私が失敗したせいでエデンでまた犠牲を出してしまった。もう自分が何をしたかったのかもわからない。父も兄もみんな私の前からいなくなって、一人だって認めたくなかった。でも私はずっと前から一人だった。だからもう構わないで。私はもう一人ぼっちでいいんです。これは私がフェイにあげたデジモン。ユウコ、あなたは決して一人じゃない。あなたがフェイと私を出会わせてくれたから、私もフェイも一人じゃなくなった。あなたは私たちに居場所を与えてくれた。私はフェイの隣に、そしてフェイはあなたの隣に。思い出して、あなたの隣にはいつも誰かがいたはず。今も。そうか、そうですよね。思い出しました、父の言葉。小さい頃、父が泣いてる私に言ってくれた。パパが作っているエデンでは一人ぼっちになる人なんていない。たとえ体は遠く離れていても、誰かが一人で泣いていたらすぐに手を差し伸べられる。そのためのエデン、そのための物理原則に縛られない電脳空間。私たちは、フェイは今もあなたと共にいる。これノキアさんが言っていたこと、
ようやく分かった気がします。ありがとうございました。友達を連れてきてくれて、私に手を差し伸べてくれて。私はこの奥にいます。お願いします。私をここから連れ出してください。もう一度あなたたちのそばに。私のこと友達だと思ってくれて。そんな当たり前や。ずっとそばにおる。わちらはずっと。あうえお友達。そんなんでええんかの。本当はそれ以上っぽいあれ狙ってんじゃないの。何を言うんや、このブサイク。何を想像したのかな。エロいね、この子の。グフフって、あんたどこのエロ親父や。Thank you.